第32回ジュノンスーパーボーイコンテストグランプリの渡辺太郎です。最近は撮った当時よりはだんだんと落ち着いてきて、ゆっくりできているって感じですね。俺は起きたらセットされてます。僕は今日本テレビに来ていて、今から行列のできる相談所、法律相談所がの撮影があって、今ちょっと緊張している感じです。放送日は2月の2日に放送されるので、よかったら見てください。よろしくお願いします。無事行列のできる法律相談所の撮影が終わりました。2月の2日に放送なので、よかったら見てください。僕なりにはすごい完璧にできたと思います。よろしくお願いします。